はい皆さんこんにちはオーディオ録音のテイクをレイヤー化して録音する時のコンピングという技術についてお話をしますコンピングって聞き始めですそうでしょうプロのスタジオでは当たり前のことなんですけれどもあまりそういう情報はないので初心者の方はコンピングというような作業はしないで いくつかのテイクを録音するということは知ってるんですけれども私もテイクって言葉ならわかりますいわゆる録音をやり直してテイクをいいとこ取りで編集することをコンピングと言いますじゃあスタジオワンでのそのコンピングというのを見てみましょうとっても機能的で便利です録音するときにコントロールとシフトと R のキーを押すと画面下に「 メニューが表示されますこのような感じで画面下に録音パネルが出てきますそこのこの左の方にテイクをレイヤー化というようになっていますこれをやっておくと録音したテイクがレイヤーになって記録されますちょっとやってみましょうもうクリスマスも近いのでこんな歌をやってみます メリーメリーメリークリスマスメリー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 クリスマスメリー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 クリスマスメリー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 クリスマスはいこうやって録音をすると通常の録音トラックとそしてテイク1ということでこのように表示されますもう一度取り直します

メリーメリーメリークリスマスメリー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 クリスマスメリー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 クリスマスメリー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 クリスマスはいこのようにテイクが3つできましたこれわかりやすいようにテイクの色を少し変えておきます はい、こんな感じにしておきます今、画面でもわかるように3回目に歌ったものがこの一番上のところに出ていますテイクの録音が終わりましたら録音を聞いてみることになりますその録音を聞いたりするのはここでこれをソロにしておくとこのテイクを聞くことができますメリー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 クリスマス 「メリー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 クリスマス」「普通ののトラックソロと違ってそれは一つだけ選べますメリー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 クリスマス」「メリー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 クリスマス」「はいメリー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 クリスマス」「メリー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 クリスマス」 メリーメリーメリークリスマスメリー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 クリスマスはい部分を聞いたりするときはオルトキーを押しながらマウスを近づけるとこういうスピーカーマークになります押してるときだけその部分を聞くことができますメリー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 クリスマス メリー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 クリスマスメリー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 クリスマスこうやりながら一番最初のところはどのテイクがいいかちょっとテストしますメリー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 クリスマス メリーメリーメリーメリクリスマスはいこの二つ目がいいなと思ったらこの欲しいところをなぞります先頭は前からなぞりにくいですので後ろからなぞりますはいこのようにして話すとこのトラックが上に上がりますそして二つ目のセクションを聞いてみましょう。 メリーメリーメリークリスマスメリー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 クリスマスメリー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 クリスマスはい一番上はクリスマスの音程がちょっと悪かったですのでこの一番下のところを採用しますこれは今一番上になってますので選択する必要はないですけれどもこのようになぞって。 もう一度上げ直すこともできますじゃあ三つ目のセクションですはい、テイク一はどれも音程が悪いですねじゃあ二つ目を採用しますこのようになぞりますはい、上に行きました

はい、こういうようにしながら必要なところをコンピングすることができますそれではこれで最後どんな風に仕上がったかちょっと聞いてみます「メリーメリーメリーメリークリスマス」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 「こんな感じです。 村長さん、歌も歌もうのですね。またそんな恥ずかしいことを言うなよこんな風にコンピングを上手に使ってテイク録音した音源をうまく編集してくださいそして今日はおまけのような話を一つしますプリサイアスのスタジオワンの公式サイトで今日はマクロの紹介というのがありましたマクロって自分で作るか もしくは最初から搭載されているものを使うと思うでしょうはい私もそれしか知りませんそうじゃなくってこの右側に「クラウド」というタブがありますここでマクロを選ぶことができますこのようにしてクラウドにあるマクロをこれを選択できるわけですクラウドの最初のルートはこのようになっていまして こ,こでマクロ図っていうのを選びまますす。と、ママククロロが出てきますそのマクロを見てみるとこのようなユーザーが作ったマクロなどいろんなものがかなり紹介されています。僕も今まではあまり見たことがなかったんですけれどもこの検索のところに「エキシパンド」と入力します。 そうしましたらエキシパンドをホールドトラックというのがあります僕の画面下がアップデートになっていますが最初はインストールという風にここがなりますのでこれを実行しますそうするとこのマクロオーガナイザーにインストールされました今2つ入りましたけれども1つをちょっと消しておきますはいこのようにマクロオーガナイザーに ここのマクロを読み込むことができました。どのように設定しているかというとそんなに難しいことをしているわけではありませんここでトラックエンベロープを展開、トラックホルダートラックを展開、トラックレイヤーを展開、というようになっているわけですこのようにマクロを作ってあったものを僕の方ではこれをショートカットに登録しましたキーボードショートカットキーはここでまた。 EX と検索をしますそうするとここにエキシパンドホールドトラックというのがありますここにキー入力を設定シフトと Alt と鍵マークぐらいにしましょうかこうやってアサインをしますこれでシフトオルト鍵マークこのようにショートカットでオートメーションやテイクレイヤーを簡単に表示できます これをまたストリームデッキなどに登録をしておくとさらに便利になるでしょうねそうだね私もまだストリームデッキを変えてないからあれ欲しいんですよねうんあれはめっちゃ便利だよワンクリックでマクロを動かすことができるんで本当に便利ですでもそれがないときはショートカットキーでこうやりましょうはいたったこれだけのことですけれども ドラッグが多くなってきたりするとすごく便利ですのでこういうマクロも上手に使いましょう皆さんもクラウドのマクロをいろいろ使ってみて便利なスタジオ案ンにしてくださいそれでは今日のお話テイクレイヤーのコンピングというお話とユーザーマクロをクラウドから ダウンロードする方法を解説しました尊重スタジオでしたありがとうございましたありがとうございましたまったね,まったね